2011年の4月8日金曜日のビデオログです。今日は花の金曜日って感じですけど、まあ社会人にやってれば飲みに行こうって感じの、なんかすごい楽しい感じの日ですね。ただ最近フリーになってますから、その機会 しばらくないですね。まあ飲みに行く時も一人で飲みに行ったりとか、あとまあ金曜日の仕事終わりで解放されたっていう感じじゃないけど飲みに行く、そんな感じですね。まああのフリーだから自由で行動できるというところもありますけど、自分で全て考えないといけないっていう、そういうところがなんか厳しいのかなってそういうふうに思います。それここで思い出すのがあのリバタリアンって言葉ですね。まあ、昔知らない人もいますけど、オバタリアンって言葉 に似てますね。まあ全然違いますけど、まあ意味は自由意志で正しい行動を行う人々っていう、そういう意味ですね。例えばの車シートベルト、今法律で締めないといけないんですけど、それはあの今のように法律で管理するのか、それともあの自由意志でシートベルトっていうデバイスですね、そういうものの必要性を感じて締める。まあ事故とか起こし、事故とか急ブレーキした時に当然支えられる体重以上の力が体にかかりますので、それを防ぐために自由意志でつけるという考えがあります。その自由意志でつける方ですね、それをあのリバタリアン的な考え方って言いますね。まあ結果どちらもシートベルトを締めることには変わりないじゃ変わりないじゃないかって思いますけど、まあリバタリアン的な考えの人は強制されることを嫌いますね。強制されることは嫌いますけど、まあ正しいことは自分の意志で行う、そういうところがあります。まあ私当然このリバタリアンって言葉が大好きですね。まあ、自ら意味を考えて行動して正しい考え方をするという、そういう考え方って非常に人間的じゃないかなと思いますね。まああの初めて聞く人もいると思いますけど、リバタリアンって言葉、まあ生きる上で非常に重要な言葉だと思います。まああのそういう考えを持っていろいろあの行動を起こしてみてください。例えばあの法律とかあった場合、その裏側を常に考えると、このリバタリアン的な考え方がこの身につくんじゃないかなと思いますね。以上本日のビデオログでした。